の人にそそのかされてるのね。どうしてそんな見方しかできないの。私は彼と一緒にスナックで働きます。バカ、何するのよ。どんなに言ってもわからないからよ。あんたなんかにこんなもの持ってく資格なんかないわ。お母さん行くわよ。ボスに挨拶しな。私疲れてるの。なこといらねえで来るんだよ。話して、何すんのよ。そんなまま何でやるんだろう。やめてよ。あって、これボスが嫌いか。この町いる限りガーリック一家には逆らわねえ方がいいぜ。座らせろ。何か飲むか。何も欲しくありません。何？僕も邪魔するから。関係ないわ。一緒に来い。やらのみからこのガリッツを断りします。何言うな、お前。失礼しろ。ペッパー保安官だ。安心しな、女をいじめるようなやつは俺が許さん。いや待ってくれ保安官、見てみろよ、マスタードとタバスコがやられたんだよ。仲間はあれか。いやそうじゃねえんだよ。星はオニオン牧場のシュガーって流れるもんなんだ。何の恨みがあるんだか知らないけど、いきなり殴り込んできやがったんだ。喧嘩売ったのはあんたたちじゃない。保安官、あの女の言うことを聞いちゃいけねえよ。あいつらシュガーの色なんだよ。色だろうが何だろうが、この二人は町の人気者だ。お前らには指一本触れさせねえからそう思え。保安官、ええ迎えに来た。危ない。ゲーム。抜け。ケイちゃん、生まれ変わったらまた一緒に歌おうね。ケイ、樹液取って。ハロー、ピンクレディスピーキング。はい、そうです。プロデューサーの白川です。もうSF と西部劇と人情話か、面白そうですね。一緒のことそれ全部やっちゃったらどうですか。え、全部さあさあ。いや不可能ですよ、そんなこと。ピンクレディに不可能はありません。マジだマジいや